皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。それでは、今回は、安全保障政策に詳しい小野寺一郎氏が、台湾有事に関して非常にわかりやすいインタビューを受けていますので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら、東洋経済。 小野寺一いつののインタビューです。小野寺一いつの石に対して台湾有事が起こればどうなるのかと、台湾有事を起こさせないために今日本がやっていることは何なのか、その一つがイギリスとイタリアで共同開発をしようとしている戦闘機です。その戦闘機があれば、NATO は日本を守らないといけなくなると、それが台湾有事を起こさせない抑止力になります。 ということで、小野寺氏が今台湾有事に備えて日本は何をやっているのか、そして台湾有事が起こるのかどうか、そして台湾有事が起これば米軍は参戦するのか、非常にわかりやすく答えられていますので、何を言われているのか見ていきましょう。小野寺いつの 台湾有事なら米中は軍事衝突へ。迫り来る完全の危機に日本はどう備えるか。2022年2月のロシアのウクライナ侵攻開始から1年8ヶ月が過ぎた。戦争は今も出口が見えず泥沼化が続く。2023年9月13日、北朝鮮のキム・ジョーン総書記がロシア極東部の宇宙基地でロシアのウラジミール・プーチン大統領と首脳会談を行い、軍事協力に乗り出すことで合 しました一方、ロシアと並ぶもう一つの核保有大国の中国では、2022年10月3期目続投を決め、一挙体制を固めた中国共産党の習近平総書記が持論の台湾統一の完全な実現を叫び、以後も武力行使による統一も否定しない方針を唱え続けています。東アジアでロシア北朝鮮中国の権威主義の核保有国に取り囲まれる日本の安全保障環境は近年、歴史 上最も厳しい状況という分析が有力です中でも眼前の危機と言われ始めたのが 中国による台湾への武力侵攻を想定する台湾有事の懸念である、2023年10月4日に最新刊安全保障の戦後戦時史を刊行したノンフィクション作家の塩田潮氏が10月4日、自民党屈指の安全保障の専門家として知られる小野寺一之氏、元防衛省自民党安全保障調査会長にインタビューを行い、 国民の関心が高まっている台湾友情の懸念と日本の今後について革新部分を尋ねました。中国は着々と準備している。まずは潮田氏、包丁主義を隠さない中国が、 武力での台湾の支配を目指す台湾有事を懸念する声が内外で高まっています。その現実的可能性をどう見通していますかおのでらしい。危機は起こらないと思っていた時に起こってしまう。常に可能性ありと思って考えるのが最も重要だと思います。起きた時日本は一番被害を受ける国の一つです。だから絶対起こしてはいけない。起こさないためには起きる可能性を想定して常に備えておく。それが一番 大事かと思っています翔太氏台湾有事の可能性が高まっていると言われるのは何よりも中国の事情が大きく影響していると思われます中国の政治軍事情勢をどう分析していますか小野寺氏軍事的側面から見れば間違いなく中国は台湾への武力侵攻の準備を着々としていますアメリカを含めた台湾支援の国の防衛装備を近接拒否する様々な装備 例えば空母キラーと言われるミサイルや中国自身が正海権、制空権を持つための空母艦隊とか潜水艦能力とか、こういうものを着実に準備しています。台湾攻撃を想定した形で沿海地に基地を増強しているという一部報道もあります。 防衛装備を考えれば一貫して侵略想定を続けていると思います。つまり今中国が用意している防衛装備、例えば空母キラーと言われるミサイル、そして正海権、制空権を持つための空母と潜水艦、それらを着々と準備していますので、その防衛装備を見ても侵略を想定しているということがわかります。そこで塩田し、中国の習主席の最近の動きから、台湾有事に関して何か特別な変化を感じますか かおのでらし一つ一つの変化を見逃さないことも大切ですが実は外交関係や政治の発言政策は一瞬にして変わります大事なのは防衛能力の高さです信仰に備えた防衛装備や準備に時間がかかります私たち安全保障に責任を持つ立場は 防衛力整備は何を目的として行うかに注目すべきです。外交が改善されたとか、向こうの首脳がこう言っているというのは、ある面一瞬に変わる話で、相手の防衛能力を見て判断すべきだと思います。そうですよね。いくら習近平が日本と仲良くしますよと、そう言っていたとしても、もうすでに日本に対してミサイルを2000発ぐらい向けています。そこで台湾有事を際に、台湾有事に関与するなら日本にミサイル ミサイル攻撃をするぞともう一瞬で変わるということになりますなので相手の防衛能力を見て判断すべきだとそういうことになります翔太氏集大成の中国にとって台湾統一はどれだけ大事な目標かその判断に基づいて将来の台湾統一のためにどんな準備を行っているのかその点については 小野でらしい。習主席は中国共産党の一つの党勢として台湾統一を掲げています。中国という大きな国が民主的な形ではない一党独裁体制で存在しているのが正しいと内外に示そうという考えがある。その延長線に台湾統一があります。つまり習近平の一党独裁体制が正しいと証明するためには台湾統一をしなければいけないと。そして歴史的に見れば、 台湾はかつての中国共産党と国民党との戦いの中で未決着の残された課題です。中国共産党による一党支配の正当性を明確化するためにも避けられない課題という意識でしょう。なので習近平が残るためにはやらないといけないと。なので絶対やらないといけないという意識でいるということになるでしょう。そこで台湾有事になれば米中軍事衝突は不可避。 アメリカは1970年代の米中若い国交正常化の後も、一方で台湾と交流を持ち台湾支援の路線を維持して現在に至っています。そして2020年代に入り、アメリカの外交力、軍事力、経済力が弱体化しているという見方もあります。パワーバランスを面での米中関係の変化を見て、中国は台湾統一を好奇と判断している可能性はありますかそこでおなでらしい。 当然そうだと思います。中国は台湾に武力侵攻した場合、着体化したアメリカはウクライナ支援と同じように、 防衛装備は送るけれども一緒になって戦うということはしないことが明確になったら中国としては台湾侵略はしやすくなる中国はそういうことを想定しながらアメリカの出方を常に見ていると思います塩太氏もし将来台湾有事が現実となるとすればどんなシナリオが予想されますか小野寺氏有事の場合アメリカの政治スタンスは台湾支援でこれは揺るがないと見ています支援の仕方は2つあり一つは米軍 米軍が台湾軍と一緒に中国軍と戦うこと、もう一つはウクライナ支援と同じような形でブッシュの支援に留まるというやり方です。とは言っても台湾はウクライナと違って島国です。後者の物資を支援でも中国に西海圏、西空圏を取られている中で米軍がブッシュの支援をすれば必ず中国軍と衝突します。西海圏、西空圏を捉えたらアメリカは何もしないということはない。米中が衝突する事案は必ず起きると。 私は思いますその場合、米中の全面戦争に繋がるかどうか、衝突は局地的で大きな外交問題になるのではないかと見ています。つまり、台湾有事が起これば必ず中国は正解権、制空権を取ります。その場合、ウクライナ支援のような物資を支援する形であっても、正解権、制空権を捉えているので必ず中国軍と衝突すると、それが米中の全面戦争に繋がるかどうか、それとも局地 的な戦争で終わって大きな外交問題になるのかどうか、小野寺氏は局地戦で終わると見ているということになります。翔太氏、中国は台湾周辺の海域空域の制海権制空権を今は握っていないと思います。 台湾有事は、まず中国は西海圏、制空圏を奪おうとするところから始まるわけですが、おのでらしい。中国は今、アメリカに対して近接拒否の様々な装備を持っています。1995年、96年の台湾海峡危機の時、アメリカの空母艦隊が複数出た。 これでは西海権、制空権を維持できないと思って中国が引き上げた。次は中国はその逆をやってきます。アメリカの空母艦隊は近接できないと思います。そうなると日本、フィリピン、太平洋のグアムやハワイの基地が主力になる。中国は空母キラーのミサイルを持っているのでアメリカの空母は近接できないと。そこで日本、フィリピン、グアム、ハワイの基地が主力になると。ちなみにこちらは BBC。 バイデン氏、南シナ海で攻撃あればフィリピンを防衛、中国船との衝突めぐり警告。 つまりフィリピンが大事になりますので、中国船が粘ってきて正解権を取ろうとしていると、それを米軍が防ごうとしているということになります。アメリカのジョー・バイデン大統領は25日、中国とフィリピンが領有権を争う南シナ海で両国の船が二度衝突したことを念頭に、南シナ海でフィリピン側に何らかの攻撃があった場合、アメリカはフィリピンを防衛すると中国に警告したと、もうそういう体制に入っています。 そこで中国はアメリカに介入の権利はないと反発しています中国はフィリピンに来たということは台湾有事を準備しているということになりますそして産経新聞日本はフィリピンを準同盟国にしようとしています独自首相フィリピン議会で演説へ 対中年頭円滑化協定も交渉入り、岸田文夫首相は11月のフィリピン訪問に合わせ、日本の首相としては初めて、当国議会での演説に臨む方向で調整に入りました。日本の首相としては初めてです。安倍さんでもやっていないということになります。南シナ海の実行支配を進める中国の動向を念頭に、日比や日米比の連携強化を訴える、そしてマルコス大統領との首脳会談では、 自衛隊と被軍部隊の総合往来をスムーズにする円滑化協定、RAA の締結に向けた交渉入りも合意する見通しだと、ちなみにこの円滑化協定はイギリスとオーストラリアとも結んでいます。また首相とマルコ氏との会談で交渉入りを合意する RAA は、 これまでオーストラリア英国と締結しており、今回実現すれば3カ国名となります。つまり純同盟ということになります。そうなると、双方の部隊が相手国を訪問する際、ビザ手続きの免除など効率化を図るもので、行動訓練などが迅速化すると、それが狙いということになります。また、日本が4月に創設した同志国軍を支援する枠組み、政府安全保障能力強化支援、 OSS を通じた今後の連携でも意見を交わすと、そういう枠組みに入って同志国軍にすると、そうなるとそれだけで抑止力になります。首相は非日の二国間関係に加え、米国を加えた日米の三角語の連携を強化することで中国に対する抑止力を高めたい意向だと、もうそれしかないですよね。とにかく台湾有事を起こさせないために、集団安全保障体制を取るということになります。そこで戻りまして、 小野寺氏が言った通り、日本、フィリピン、グアム、ハワイ、その基地が主力になりますよと、その意味で以前と違って、アメリカの空母艦隊が出ていく話ではなく、日本などの拠点から様々な装備が出ていくことが当然考えられます。なので、フィリピンとも円滑化協定を結ぶということになるでしょう。そこで台湾有事を未然に防ぐチーム作りを、塩田氏、その場合、日本、アメリカ、台湾は有事防止のために事前にどういう準備 小で寺し 台湾有事が現実となった時どうやって戦って勝つということの前に有事を起こさせないことが一番ですそのためにアメリカだけでなく価値観を同じくする多くの国が団結していざという時にそれぞれの立場で台湾を支援するチーム作りができるかどうかですそれが台湾有事を未然に防ぐことになると私は思いますなのでいざという時にチーム作りができるかどうか多くの国がまとまることができるかどうかということ ことになるでしょう。そこで日本が今努力しているのは 例えばクワット、日米合意4カ国です。これは安全保障の取り組みではないのですが、外交上一つの大きなチームになります。もう一つ日本が努力しているのは NATO との関係です。NATO 加盟国の31カ国の軍事力、軍事装備は世界の7割ぐらいの金額になると言われています。NATO がアジア地域に一定のプレゼンスを示すことは大きな抑止力になります。しかし NATO は北米とヨーロッパの軍事同盟で、 アジアは入れません。そこでどうやって日本と関係を作るか。私は今回自衛隊の次期主力戦闘機の開発をあえてアメリカではなく、イギリスとイタリアと組むように後押しをしました。これには小野寺氏の後押しがあったそうです。 次期主力戦闘機が NATO 各国で広く使われるような戦闘機になれば、3分の1は日本が作ることになるからです。日本が部品や整備を提供できなければ、NATO の主力戦闘機が飛ばないことになる。 つまり日本が台湾有事で攻撃を受ければ、NATO が困るということになります。それをオノデラシ狙っていたということになります。透明には確かに条約の関係もありますが、防衛装備のつながりは純同盟に近い、もしかしたらそれよりも強い絆なんです。インドがロシアと手を切ることができないのは、もともとインドの装備はロシアから提供を受けているからです。今アメリカが懸命にインドに装備の提供を行おうとしていますが、狙いは はそういうい意味ですですから今回次期主力戦闘機の開発をイギリスイタリアと組むのは大きな意味がありますそういう意味があったということになりますこれはですね日本が NATO に入れなくともそれ以上に硬い絆になるとそれを狙っているということになりますやっぱりおのでらしは非常にいいですよねそこで一つのの壁になるのが 防衛装備移転の原則見直しは喫緊の課題。翔太氏、日本が防衛装備でイギリスやイタリアと協力する場合、日本企業はどんな役割を 小野寺氏、今の最新鋭の戦闘機 F35 に使われている複合材は日本の技術です。ステルス塗料の開発にも日本の技術が関わっています。ただ残念ながら日本は今まで防衛装備に関して制約は多くて、共同開発には入れなかった。日本は防衛装備の移転の原則を政府がまだ認めていない。技術は使われているけれども、それで日本が物を作ったり、日本の企業が潤ったりすることはなかった。 もう二度とこんなことはしたくない。もし F35 開発の時日本が入っていれば、かなりの部分を日本が作っているわけで、取得するコストも下がります。そして企業も技術投資ができるぐらい収益が上がる。ですから次の開発は日本がしっかり入りたい。そのためにはぜひとも政府に防衛装備の移転の原則の見直しをやっていただきたいと思っています。日本がイイギリリス・イタリアと組んで戦闘機の開発を 進めるプランに関してその本部はイギリスにおきい日本人がトップになる見通しという報道がありましたその点について日本と二国間の同盟を結んでいるアメリカはどういう対応姿勢ですか 小野寺らしい。条約を作るので、本部やトップ人事は来年の国会での問題です。国会で決めるそうです。実は日本は装備移転の原則を見直さないと、今の段階ではできないんですよ。このまま行くと日本は外されるかもしれない。装備移転の原則の見直しはまだできていませんが、日本の安全保障の根幹に関わると思っています。この装備移転の原則の見直しは当然やると思います。そうしないと戦闘機の開発ができなく ななりまますすので必ずやると思います私は今、与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチームの座長で、装備移転を早く進めなければと思っていますが、根っこは同盟関係という視点です。NATO が日本との間で同盟に近い関係を持つことは、日本にとって大きな抑止力になる。 条約に入れなくても防衛装備を通じてその関係を作れる。これを進めることが抑止力とこの地域の平和に繋がると思います。つまり日本の抑止力だけではなく、台湾やその他の地域においても平和に繋がると、それを考えているということになります。小野寺氏は今この与党国家安全保障戦略に関する検討ワイキングチームの座長をやっています。なので小野寺氏がいる限り必ずやるでしょう。そしてアメリカとの関係は戦 戦闘機の開発について、今までの主力戦闘機はアメリカと一緒に作ってきましたが、 今回アメリカとは違う枠組みになる。それについてアメリカもしぶしぶ了解をしてくれたと思います。まあ岸田首相はアメリカの犬だとか言われていますが、これを見る限りそうではないでしょう。まあしかしアメリカに従う部分はありますが、しっかり自国の防衛については主張していると、これを見る限りわかると思います。日米同盟との関係では NATO は生きがいから出られませんので、日本は NATO に加盟できません。日本が今 今回やろうと思っているのは。 あくまでも NATO の一部の国と開発した次期主力戦闘機を NATO で使ってもらうということです。特に条約上の話ではないので、日米同盟とは切り分けて考えていけると思います。非常によく考えましたよね。そこで翔太氏、台湾統一を唱える中国に対する抑止力という点では、クワットの連携や自由で開かれたインド太平洋という考え方もありますが、日本の安全保障政策、あるいは外交政策として、 各国国国とののの連携にによるる対中国の抑止力を高めはは何が必要でですかそこで民主的な台湾は日本の国益おのでらしい中国と台湾が民主的に統一する場合は、日本は防げる必要はないと思います。つまり戦わずして統一された場合です。その場合は日米は手出しができないということになるでしょう。ですが武力を使って統一を図るのは、今の社会であってはならないことで、それには強く反対する。 武力統一をさせないために台湾を支援するチームがしっかりしていなければならない中国は今後も民主的手続きで台湾と協議するのが基本だと私は思いますつまり戦わずして勝とうとしているとそれが基本戦略だと言われています この地域で紛争が起きなければ、日本とすれば中国とは隣国で歴史的にも近い国ですから、今まで通りお互いにウィンウィンの経済関係を続けていければいいと思うんです。中国を敵視するのではなく、 中国は台湾統一に関しては武力を使うことはやってはいけないと判断する。そのことが重要だと思います。翔太氏、武力行使の問題もありますが、台湾は共産党支配の中国本土とは政治体制、民主主義に関する考え方が根本的に違っています。日本やアメリカは同じ価値観を共有する台湾をどうやって守るかという点も重要なポイントだと思います。小野寺氏、全くそうだと思います。香港の例を見ても、 明らかのように中国の行政権が及ぶようになったら全く中国と同じ姿勢を取るようになり報道規制が強まったつまり台湾が統一されてしまうと中国と全く同じになってしまって今までのように簡単に言ってしまうと向こうで捕まる恐れも出てきますつまり台湾は台湾でなくなり中国になってしまうということになります日本人はああいう価値観の国に組み入れられることは絶対反対だと思います 翔太氏、とはいえ台湾統一を言い続ける中国が台湾を香港と同じように扱い、台湾有事を起こしたとき、日本は実際にはどうすべきですか小野寺氏。 台湾には本省人と外省人の両方がいます。本省人というのは元々いた人で、外省人というのは中国から来た人です。中国と違って私たちと同じように選挙で選ばれる民主政治、報道の自由、経済活動の自由がある。だから私たちは台湾を仲間と思っている。そこに中国は武力で侵攻して共産党の独裁体制の元に置こうとすることは、日本が次に同じ立場だったら絶対にあってはならないことで 中国は台湾にそういう行動を起こすことに関して、日本は声を上げて反対していかなければいけないと思います。つまりはっきりとは言えませんが、やっぱり反対しなければいけないと、そういうことを言われていました。 ということで、小野寺氏の解説はいかがでしたでしょうか非常にわかりやすかったと思います。そして、いかに日本を守ろうとしているのかがお分かりいただけたと思います。ということで、小野寺いつのうちの今後の活躍を期待して、また新たな情報が入りましたら動画をアップしていきます。ですので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、X のフォローもよろしければお願いします。また、このチャンネルを応援してい してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。